Suzuki。 はい、前回までは第1回十字軍の顛末ということで、一応まあ大成功に見えたってことですよね。まあそうですね、うん、多分本人たちは大成功だと思ってるし、はい、そのイエルサレム取られたっていうのはやっぱイスラム側からしてもさ、イエルサレム聖地だから、うん、うわってなってるわけですよね、うんうんうん、でもともと分裂してたイスラム世界なんですけれども、うん、1130年代ぐらいからやっぱりこの十字軍の人たちっていうのを敵としてみなしていくっていう共通の意識っていうのがちょっとずつ生まれたそうですね、うんうんうん、で彼らがそのシリアあたりにいるっていうことをやっぱりよく思わないと、うん、でこのような中でそのイスラムの中でもジハード思想っていうのはだいぶ昔のものだったみたいなんですけど、聖戦ね、聖戦、うん、この聖戦思想っていうのがイスラム側でも今度は、うん、さっきキリスト教側の話でね、ヤンヤンが言ってたけど、イスラム教側でもこれがまた盛り上がってきて、思想家のというか、うん、そういう思想担当の人たちがそのジハードっていうのを掘り出してきて、うん、ジハードだみたいなことをちょっとずつ言い始め、まあ、みんなでわーってなってるわけじゃないですよ、うん、まだ全然そんな感じじゃないんだけど、そういう言説が出てくるみたいなことが起こるんですね、うんうん、でこのような中でザンギーっていう人が出てきます。ザンギー朝っていうのを作ったザンギーっていう人が、はい、このザンギーっていう人がですね、うん、結構強かったんです。で端的に言うと第1回十字軍で取られた土地をちょっとずつ取り返し始めるんですよ、うんうんうん、でさっき言ったみたいにジハード的な考えみたいなのがムスリム側にも出てきてはいたんだけれども、はい、ザンギーの動機としてはもうなんか普通に英達欲というか、うん、そう戦国武将みたいなムーブなんですよね。本当シンプル戦国武将ムーブしてて、はいはいはい、でその全然全部じゃないんだけど若干ちょっとまとまってザンギーがこう盛り返していくみたいなことが、まあ、ここで起こっていきます、はい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 、カリフとかスルタンとかにね自分の力をこう誇示したかったんだよね、ザンギーとしては、うんうん、はい、で彼はそのセルジューク朝内にいるザンギー朝って、ちょっと後で説明しますね、うん、どういうことってなると思うんで、はいはい、王朝の中に王朝ってなると思うんで、あれなんですけど、セルジューク朝の中にというか、なんならアッバース朝の配下にセルジューク朝がいて、その配下になんかザンギー朝があるみたいな感覚で入れ子構造みたいになってるんだけど、はいはい、このザンギーっていうのが出てきて、アレッポとかにこの覇権を拡大していくと、うん、そしてダマスクスを目指して進んでくるみたいなことが起こるわけですね。なるほど。でこれと同時期にですね、そのビザンツ帝国はさ、もともとほら神化の誓いをさせて、うん、そのもし土地を取ったら、うん、ビザンツ帝国に返してよって話をしてたじゃん。ありましたね、約束しましたね。全然余裕で約束破って自分の国作ってたじゃん、へーへー、西ヨーロッパの人たちが、うん、でただ時間が経つにつれて結局さ、その独立してあそこで国家運営するのって難しいんだよね、めちゃくちゃ。だからやっぱりビザンツ帝国の助けとかも不可欠なわけですね、うんうん、なのでビザンツ帝国と徐々に徐々に結んでいくことになるんですよ、うんうん、でビザンツ帝国もいや当時ほら約束してたじゃんって話をして、あ、まあそうかと、じゃああなた方の配下になるからそのいろいろ援助してよみたいな感じで、ビザンツ帝国がどんどんこの十字軍国家を接収し始めるんですよね、うん、まあ、それをアンティオキアとかはそうやってビザンツ帝国家に入っていくんですけれども、うんうん、まあ、こうやってなんていうかちょっとずつ状況が変わってくるっていうことを今言っていると、うんうん、でこのザンギーがさっき言ったみたいにダマスクスにどん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 迫ってきて、はい、まあ、勝ったり負けたりするんだけど、うん、重要なのはエデッサ伯国って言って十字軍国家の中で一番最初に作られた国があるんだよね、うんうん、ここがをねザンギーがね落としちゃうんですよ。お、これをザンギーが落とした結果、うん、西ヨーロッパの人たちがうわ落とされたみたいになる。ねえ、テンパルですね。そう、はい、もう一回十字軍しなきゃってなるんですよ。そりゃそうや。そう、これが第2回十字軍になるんですよ。これが第2回十字軍になる。なるほど。っていう流れがあるんですけれども、うん、一応まあ余談としてはこの時ザンギーはエデッサっていうのを征服して、うん、中で早速その略奪とか殺人が始まっちゃったんだけど、うん、これを止めて住民に財産を返し、教会の処置とかも、うん、ビザンツ帝国に全部任すみたいなことしたらしい。へえ、うん、まだマシだよね、ビザンツ帝国だったら同じキリスト教徒だからさ。ザンギーは別にこう宗教戦争やってる感覚ではなくて、もう浄化しなくても別にいいんだよね。たださらにこの領域を自分の領域として治めたかっただけなんです、うん、そうですよね、武将ムーブですからね、うん、なるほど、うん、ただこんな中ですね、まあそのエデッサを陥落させたたった2年後にザンギーが暗殺されちゃうんですよ。あ、うん、はい、でこのザンギーの後を継いだのが息子のヌール・アッディーンです。へ、まあ、ザンギーとヌール・アッディーンとサラフ・アッディーンは覚えていいと思う、うん、これはね、まあ、ちょっと語弊を恐れずに例えると、うん、
信長、秀吉、家康みたいな感じ。家康がサラディンね、うん、サラファディンのことサラディンって言うんだけど、うんうんうん、家康がサラディンで、うん、だから信長に当たる人がこのザンギーみたいな、切り開きますみたいな、うん、そうで実際なんか性格もちょっと似てて、そうなんだよね、あのザンギーはなんかこう戦士みたいな人なんですよ、うんうんうん、まあ、信長実際ちゃんと詳しく調べるとそうじゃないけど一般的解釈そうじゃん、うんうん、信長の、うん、粗暴な感じで、はいはい、常識外れな感じで、うん、教養があるというよりはなんか戦争に強くてみたいな感じなんですけど、ザンギーもそういうタイプだったみたいですね。でこの息子のヌーラッディンはすごいこのイスラームに対する理解とかイスラム法に対する理解みたいなのがすごく深くて人徳がある系みたいな感じなので、ちょっと秀吉っぽいんだよね。確かに秀吉ね、はいはいはい、この三段階みたいになるんで、まあぜひ覚えれたら覚えてほしいんですけど、はいはい、この息子のヌーラディーンになった瞬間にですね、うん、またこの代替わりの時って危機が起こるから、いろいろ反乱とかも放棄したんだけど、ヌーラディーンはそれをバッバッバッと抑えていってですね、うん、優秀な後継者だった。普通に優秀なんですよね、うん、あのバッバッバッと収めていってシリアを統一するみたいなことをするんですよね、うん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 、なのでまあ戦国武将ちょっとあんまり細かく言うとあれなんだけど、うん、まあ何ですかね、日本の戦国武将で例えると畿内を統一するみたいな感覚とまたちょっと違うんだけど、うん、なんか東北ら辺を統一してる感じかな。なるほど、はいはいはい、伊達政宗がやったぐらいの感じのことをここでヌーラッディンがそのシリア統一でやってるみたいな、なるほど、感覚ですよね。古典ラジオで伊達政宗やってないから僕ちょっと僕ちょっと分かんないです、はい、聞いたことあるでしょ、はい、やってることしか僕覚えてないんです、すいません。ヌーラディン背が高くて日に焼けてて、うん、額が広くて目がランランと輝いてたそうです。へーっていうそうか見た目ね、はい、うん、まあ、さっきも言ったけど西ヨーロッパではエデッサ陥落の知らせを受けてやばいぞやばいぞってなって、うん、聖ベルナールっていう修道士の人がですね、うん、まあ、提唱して、まあ、実際にまた教皇から発せられたと思うんですけど、うん、軍隊が発せられるんですね。この軍隊がフランス国王のルイ7世とですね、うん、ドイツ皇帝神聖ローマ皇帝のことでね、うん、コンラート3世が組織して、だからこの前までさ第一次の時はなんかドイツ皇帝と結構バチバチやってたんだけど、うんうん、もはやここにドイツ皇帝参加するようになっちゃったんだよね、神聖ローマ皇帝が、うんうんうん、旗色が変わってきてるわけですよね、うんうん、で1147年にですね第2回十字軍というのが発します、うん、はい、でこの神聖ローマ皇帝軍がですね小アジアを通る過程でほぼ全滅するっていう大惨事が起こります、うん、あちょちょ、兵力の9割を失う、あちょちょ、はい、だから全然なんか何にもできないみたいな、あら、うん、っていうことが起こると。へえ、全然うまくいかないじゃないですか。フランス軍も度重なる攻撃を受けて、はい、シリアに到着した時にはもともといた2万5000人の軍が5000人に減っていた。あら、だいぶ削られたね、うん、あら、まあそのムスリム側もさ、これ来る途中で攻撃したろってなってるってことだよね、もう戦略として、うん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 、で攻撃されてマジでボコボコにされたっていうことになるんですけど、なるほど、大変だよね、だってものすごい長い期間歩いて、うん、あんな鎧着てんのか背負ってんのか分かんないけど、少なくともあの鎧持ってきてるわけじゃないですか、うん、それでなんかこんなね土地を襲われたりしたら、まあ大変ですよね。うん、フランスとドイツから走って行ったんだけれども、うん、まあ第2回は大失敗に終わるんですよ、実はこんな感じで何にもできずに終わるっていうことです ね。もう道中でサクッと終わっちゃうんですね。そうなんです。なるほど。でこの何にもできずに終わった中で、うん、このヌーラ・ディーンとサラディンが出てきて、うん、こう巻き返してきて、でついにサラディンの代でイエルサレムを奪還するもんで第3回十字軍がまた起こるんですよね。それとサラディンが激突するっていうのが本当に喋りたかった内容なんです。あ、まだやっとここまで来た。まだ喋りたいこと一個も喋った。その触りがちょっと分かったよね、今ね。やっと十字軍は何で、で第1回がどんな感じだって、それをイスラム側がどう受け取っててみたいなのが分かって、で第2回は大失敗で、うん、第2回もね細かく喋ったらもっと長いんだけど、まあ、ここら辺はちょっとパッパッパッパ飛ばしていきますね、うん、はいはい、はい、うん、で第3回十字軍がそんな風に起こるのはサラディンがイエルサレムを奪還するからなんだけど、うん、そのためにはまずサラディンがどんな人かを言いたいし、うん、サラディンがどんな人かを言うにあたってですね、当時のイスラム社会がどういう状態だったのかっていうのをオスマントルコの時とかと結構被るけど、改めてちょっと説明しますね、はい、うん、だいぶ前なんで ね僕も相当忘れてます、ね、はい、はい、でそのイスラム世界の話をちょっと話しますと、うん、まあ、まず今から話するのは、まあ、イスラム世界が現状どうなったのか、うん、とあとはサラディンを説明する上で結構大事なこうイスラム王朝って3つあるんですよね、うん、その概要を少しあの紹介したいなというふうに思います、はい、
でイスラム世界からサラディンっていう、まあ、英雄が最終的に登場してきてこう聖地エルサレムを奪還するという大事件を起きていくわけなんですけれども、うん、まあ、サラディンの位置づけは、まあ、さっきもちらっと言ったんですけど対十字軍組織抵抗の第三世代なんですよね、うん、第一世代がザンギーです、うんうん、で第二世代がヌールアッディンでサラディンが第三世代っていう感じなんですね、うん、はい、これが、まあ、サラディンの位置づけなんです。でちょっと話飛びますけど、じゃあその彼がこう身を置いていたイスラム世界がどうなっていったのか、たびたび深井君も言ってるようにやっぱ分裂を結構してるんですよね、まあ、7世紀にアラビアでムハンマドがこうイスラム教を作って以来ですね、こうキリスト教のまあ大体600年後ぐらいかな、作って以来、まあ、どん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 こうイスラム教って広まっていったんだけれども、はい、でも大体こうムハンマドから100年ぐらい経った頃に分裂が始まって、あの内戦をしたりとか、まあ、いろんなところでこう勢力が出てきたりとか、うん、こう分派していくんですよね、スンニ派とかシーア派とか、うん、でなんで分裂していったかというと、まあ、原因がいくつかあって、まあ、一番重要なのはやっぱ後継者問題なんですよね。でムハンマドは後継者の承継ロジックを作らないまま亡くなっちゃったんです、うん、でこの彼の後を亡き後のイスラム共同体をどうするのか、誰が継ぐのか、どういうロジックで承継するのかっていうのがこの分裂の発端になるんですよね。これに対してどういうスタンスを取っていくかによっていろいろこう分かれていくわけです、はいはい、で例えばスンニ派とシーア派に分かれたりとかですね、こういうふうにこう理念上でこう分裂をしたりとかもすることもあるし、あとはその富の分配問題っていうのが起きてくるわけですね。でイスラム教ってどん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 拡大していくんだけれども、征服地から莫大な戦利品とか税収入が入るようになったんですよね。で当時の多分ムスリムたちもびっくりしたと思うんですよ。自分たちがめっちゃ頑張っていろんなところを征服してこう布教したら、なんか自分たちの宗教的な努力が現金に転換されることを発見したんですよね。富になってきた、なんかめっちゃ金持ちになってるとか、うんうん、国家が富の集積マシンになってしまったっていうことを彼らもびっくりしたと思うんですよね、うんうんうん、で富が集まったのはいいんだけれども、これをね分配しないといけないですよね、うんうんうん、でこの分配をしなきゃいけない時に出てくるのがヒエラルキー構造なんですよね、はいはいはい、そう、誰が分配するのか、分配権を握ってるのは誰なのかっていう論点が出てくるわけですよね、はい、この分配の基準っていうのはいろいろあって、例えば共同体での貢献だったりとか、新参者なのか子さんのものなのか、それかあとはそのムハンマドとの血縁がどれぐらい近いのかとかですね、アラブ人なのか非アラブ人なのか、いろいろこう基準があるわけですよね。でこういった基準が社会の中に差し込まれていくに従って何が起こるかというと、まあ、特権階級とそうじゃない階級が出てくるわけですよ。 そして対立が生まれるわけですよね。そうな、必然的に反体制運動とかも起きたりするんですよ、うんうんうん、こういったことがまあ起きていくわけです。そう、ね、ここら辺だからそのムハンマドが言ってた内容とかって結構平等とかがすごくあったし、うんうん、神の前にそのねムスリムは皆平等 ね、でムハンマド自体もそんなにめちゃくちゃお金持ちの超貴族とかの生まれなわけじゃないわけだから、うん、彼自身はその存命中に結構質素な生活をしたっていう記録がたくさん残ってるわけですよね、うん、けれどもそのイスラム国家がでかくなればなるほど上層部にいる人たちっていうのは飛んでいくわけじゃん、うんうん、でその飛んでる人たちをそのムスリムとかが民衆とかが見たら、なんかムハンマドが言ってたこととかクルアンの内容と違うやんってなってくるんですよ、うん、そうめちゃめちゃ贅沢してるやん、うん、アラブ人のムスリムたちみたいな、うんうん、そう何それみたいになっていって、うん、こう求心力なくなっていくみたいな、そう、それってもともとの神の意思じゃないよねみたいな、うん、神ってこういうことがやりたくて啓示を行ったわけじゃないはずだよねみたいな感覚がムスリムの中で出てきて、うんうん、強くなったのに自戒していくっていうことが結構起こるんですよね、イスラム帝国って、うん、そうね、うん、そのまあイスラム特にまあスンニ派のイスラム共同体のトップをねカリフって言ったりするんで、うんうんうん、カリフっていうポジションが作られるんですけれども、うんうん、このカリフが誰が継ぐべきなのかみたいなところでもかなりこういろいろ意見が分かれたりとかしていくんですよね。そう、うん、とかあとはそのイスラム教って拡大していくんですよ、いろんな民族に。最初はアラブ人の宗教だったんですけれども、トルコ人とかいろんな人にいろんな民族に拡大していくんですが、その民族が自分たちでこうイスラム王朝を建てたりとかするんですよね。それがさっき言ったセルジューク朝とかですね、はい、セルジューク朝もオスマントルコもトルコ人だよね、はい、だからトルコ民族とかがすごくそのイスラームを受容した後、うん、次にライジングしていくっていう構図が世界史上あるんですけど、この構図はちなみにね
何度も繰り返されてて、世界史上で文化の中心にいる民族みたいなのが優秀な異民族を雇っていって乗っ取られるっていうやつですよね。あのこの回でも出てきたローマ帝国もさ、ゲルマン人でそれやったじゃないですか。あのアラブ人はそれをトルコ人でやるわけですね。で中国でも似たようなことをやってるわけじゃないですか。だからこれはね、なんかその世界史上の共通した、そうね、はい、やつですね。再現性あるよな、ホモサピエンス感があるな、はいはい、だから大企業とかがベンチャー出身の優秀な人を雇い始める時代みたいなのがこの後来る可能性、まあ今来てておかしくないんですけど、その後乗っ取られるみたいなやつが多分それですよね、聞いてますか大企業の皆さん。いや、あの怒るかとか知らないですよ。例えで言ったらそんな感覚ですよね。はい、あるよね、はい、でイスラムのその分裂の話をまた続けていくと、さっきそのカリフっていう話を出しましたよね。でこのカリフは本当は一人じゃないといけないんです、イスラム共同体をの象徴となるカリフは、これがですね一時期3人とか出てくるんですよね。もう誤解を恐れずに例えると天皇が3人出てくるみたいな異常事態とかになったりするんですよ、ね、全員自分たちを本家だって言い張ってる。そんなものですね。まあもちろんその中ではその実際に保有している権威のボリュームっていうのはそれぞれ違ったりはするんですけれども、まあ、みんな自分たちがもう正道だっていうふうに主張したりとかするんですよね。カリフが3人いる時に生まれてんだよね、サラディンって。そう、でここで結構一個押さえた方がいいポイントっていうのは、そのカリフ、要するにこうイスラムの中でのスンニ派のトップ、象徴的なトップのポジションですよね、このカリフの権威が権力者に利用される構造が出てくるんですよね。まあ、これは日本でも起きてますよね、天皇の権威を武士が利用するみたいな。はい、そのカリフの権力がまあ失われていったんですけれども、権威はすごくやっぱ持ってた、まだその失われてなかったんですよね。でそのまあどうしてその権威が利用される構造になってくるかというと、そのイスラム王朝、イスラム世界でいろんな勢力に分裂して、それぞれの勢力がなんていうか群雄割拠みたいな感じで各地に政権を樹立するんですよね。で政権を樹立した人たちはまず何をするかっていうと、カリフからこの土地を支配していいよっていう正当性を承認してもらうことが慣例だったんですよ。やっぱりこう新しい新興勢力だから権威が欲しいわけですよね。これはさっきの、あの以前の回でのオット一世とかもそういった似たようなムーブをしてましたよね。同じようなムーブが実はそのイスラムのこの分裂時代の各地の君主の中でも同じようなあのムーブがあったわけですね。お墨付きをもらいたい。そうなんですよね。でいくらですね、そのカリフが3人とか出てきて、でそのカリフの実権が失われたとはいえ、カリフってまずそのめちゃくちゃ歴史があるんですよね。初代カリフってあの7世紀なんですよ。7世紀の時に出てきたんですよね。でサラレディの時は500年ぐらい経ってあるんですよね。だから500年ぐらいの伝統の重みがまずあるわけですよ、あのカリフには、はい、で地方の王朝のイスラムの君主とかもみんなですね、バグダードを目指したのはそのためなんですよね。バグダードっていうのはアッバース朝のカリフがいるところで、日本でいうと京に登るみたいな、京に登る、同じような表現がね、あのイスラムの世界にはあるんですよね、はい、だから非常にこう新興勢力にとってカリフの権威をお墨付きとして利用することにもう非常にインセンティブがやっぱりあったわけですね、はい、というのが、まあ、こういったカリフの権威とその地方にその乱立していくイスラムのこう地方勢力の関係がこういう形でまあ立ち現れてくるということなんですね、はいはい、でもう一つはこれが重要なのは、地方でイスラムの勢力が立ち上がってくるわけじゃないですか、でそのまあそこの地方を抑えている有力者がその地方のムスリムたちを納得させるためにやはりカリフの権力で非常に効いてたんですよね、でムスリム側の視点から言うとですね、こう自分たちが普通にまあイスラム、まあ、ムスリムとして暮らしてて、でもある日その新しいイスラムのこう権力者が来たと、じゃあオタクはあのどういう、こう正当性でうちらを治めるのっていう感じになるんですよね、はい、カリフからなんかもらってるって、っていう風にやっぱそう彼らは意識するわけですよね、でだからその地方の権力者もカリフから例えばその自分が支配しようとしている地域でのこう貨幣の鋳造権ですよね、貨幣をコインを作ってその中にこう自分の名前を入れる権利をカリフからもらったりとか、あとはその礼拝ですよね、礼拝の時にこう説教するじゃないですか、で説教してる時にこう自分の名前を言えるようなそういった権限をカリフから委任してもらう必要があるんですよね、委任してもらって自分が自分の抑えているこの地方で自分の名前をさ、その礼拝堂で言わせたりとか、こう自分の名前を刻んだコインを流通させたりすることができるわけですよね、じゃないと現地のムスリムからしたら
あんた誰みたいな、そう、ね、なんでうちらを統治しようとしてんのっていう風になるわけですよね、うんうんうん、そういうなんていうか権限をカリフからもらう必要性がやっぱ現地の権力者にとってはやっぱり非常に不可欠だったわけですね。なるほどね、はい、はいはいはい、やっぱお墨付きというかね、そう、お墨付きをもらわないと領域内のムスリムたちに対して正当性を証明できない、主張できないわけです、うんうんうん、はい、だからもうじゃないともうなんでお前偉そうに仕切ってんのとかね言われるわけですよ、うんうん、というなんか状況がやっぱ ありましたね。なるほど、はい、で逆にですよ、逆にカリフにとっても実はこれはまあ最善ではないけれどもベターなんですよ。カリフって権力がどんどん落ちてきてるんですよね、うんうん、で権威を分け与えることによってなんとか自分の存在意義も発揮できてる状態なんですよ、はい、カリフ側もいろんな地方のこう有力者たちの支配を承認することによって自分の存在意義をかろうじて維持できるんですよね、うんうんうん、はい、だから地方の権力者とカリフが互いに承認し合う相互依存の構図がここで現れてるっていう、はいはいはい、なんでこれを説明したかというと、後に出てくるサラディンもめちゃめちゃカリフに気を使うんです。めちゃめちゃカリフに気を使うんですよね。でなんとかカリフからなんかいろんな承認をもらって自分の権力基盤を固めるためにこう利用したりとかするんですよ。それをまあなんていうか彼の行動を説明するために今この話を説明してるっていう風な状況ですね。なるほど、はい、ここら辺はでも人類共通なんですよね、うんうんうん、本当その権威と権力が分離した時にどうするかとかもそうなんだけど、うん、人類共通で似たようなこと何度も見てきましたよね。いやそれこそ本当に幕府と朝廷の関係とかも近いですよね。かなり近いですよね。構図としてはね、なんかディテール全然違うけど構図としてはやっぱ近いですし、中国の周の時代だいぶ昔ですけど、春秋戦国時代とかも結構この時代に僕近いなと思っていて、その周王っていう人がいて、その人が全体の王様なんだけど、どん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 その権威ではあるんだけど、自分の領土とかどん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 ちっちゃくなっていって、その後軍友割拠してその戦国七雄が出てくるわけじゃないですか。だからそのセルジューク朝とかも戦国七雄のうちの一つみたいな感じなんだよね、やっぱこの時。うんうん、そうそうそう。なんでそのアッバース朝があるんだが、でその全てはアッバース朝の中の国なんだが一応、まあ全部じゃないですよ。カリフが3人いるんで、三勢力にまず分かれてますみたいになってるんですけど、そのメインで行くとアッバース朝がありますと。でこのアッバース朝の中にいっぱい国がたくさんあって、この国同士がまた戦ってるんだけど、それを一応そのじゃああなたが勝ったからあなたに王様の権限あげめるねみたいなのはカリフなんだっていう、そういう構図の中でやってると。でアッバース朝ができた時とか、そのアッバース朝の前はウマイヤ朝っていうのがあるんですけど、ウマイヤ朝ができた時とか、ウマイヤ朝の前はその正統カリフ時代ってあって、ムハンマドのなんか直系の人たちの時代みたいなのがあるんですけど、直系というかムハンマドから連なる時代っていうのがあるんですけど、ここら辺がなんていうんですかね、さっき言った大きくなるがゆえに自戒していくっていうことが起こることによって、その形成できた初期っていうのは結構いいんだけれども、やっぱりなんか説明できなくなっていくんだよね、どん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 。交代直後とかその王朝できた直後とか結構説明できんだけど、どん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 なんで自分たちだけがこんなに栄華を極めてるのかとか、実力がある人が他に出てきた時に全然説明できなくなっていって、でも権威はあるけど実力とか権限とかどんどん渡していくっていう流れができていくわけですね。面白いね、なんかだから誰が誰を統治するかみたいなのに全部理由が必要なんですね、そう人間って。でしかもなんか僕が読んでて、そのやっぱムスリムの世界社会の中で自分たちを統治してくれる新しい権力者がやってきましたっていう来た時に、なんていうかこうへりくだる感じじゃないんですよね。それなんでかっていうと、こうイスラムっていうその宗教って面白くて、理念だけじゃなくてこう生活とかこう社会の仕組みのフォーマットまで全部一式揃ってるんですよね。その話ありましたね。だからこう究極ですよ、究極地方の権力者がいなくても、その地方に属しているムスリムたちがコーランとかハディスとかそういった聖典に従って日々の行動をすれば社会が自律的に回るんですよ。面白い。究極権力者はいらないんですよね。面白い。でそのルール守れなかった人が出てくるときに、こう治安とか秩序を守るために、まあその警察権力っていうか権力者の存在が必要だったりするんですよね。あとその国防するとき、共同体を守るときに、こう安全保障のために権力が必要になってくるんだけれども、それ以外は正直もう夜景国家的な感じで、なんていうかもう自分たちで回せるっていうのが、まあ一応理念としては共有されてるんですよね。だから別に、あ来たね権力者、
でどうだの、うち我々に対して安全を保障してくれんの、信仰を保障してくれんのっていう、そういう立ち位置で出れるんですよ。そう、うわ、ダオやないですか。非中央集権的組織じゃないですか。そう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 、ね、ルールとシステム、まあ、中央集権なんですよ。まあまあまあ、バースとか特に最初ら辺はね。はい、ただあのなんていうかな、イスラーム法を守らせるみたいなのも彼らのだから、うん、そうね、異性者のなんかあの特目なんだよね。だからなんかループするよね。そうそうそう。とにかく自己保有化しちゃダメなんだよね、やっぱ。なるほど。説明できなくなっちゃう。イスラム法がちゃんとその社会の中でうまく運用できるように環境整備をしてあげないといけない。うん、これがその地方を統治するためのね、これ一つの基準だよね。本当は地域と時代によって結構、うん、そうそうそう、当然ですけどありますよ。うんうん、だから通底するものとしてそれは言えるだろうなって思いますね。うんうん、ですね、面白い。はい。で続けていくと、まあさっき今そのイスラームのまあ大まかな時代背景を話しましたけれども、ここから話しするのはまあサラディンの説明に関わってくる3つの重要なイスラム王朝についてざっくりとあの説明していきたいなというふうに思います。でもう一つはまずアッバス朝ですよね。もう何回も出てきた。はい、何回も出てきて、もうイスラーム黄金時代と言われる栄華を極めたイスラーム王朝なんですよね。もうマジで一時期最大の半島を誇ってて、イスラーム世界をほぼ統一したっていうぐらい、まあ、広大な領域を支配したんですよ。うん、で、まあ、官僚制を敷いて、もう地方まで統治して、であらゆる学問がですねそこに集積してるんですよね。うんうんうん、なんかもう哲学、医学、数学、芸術、建築学、化学とか、もう知識の集積場みたいになってたそうです。うんうん、だから非常に文化的なこう吸引力が非常に高い王朝が実は存在してたんですよね。あの、はい、ディズニーのアラジンとかがこれが舞台だよね。そうそうそう、うん、アッバス朝だろうね。そう、あれ時代考証とか知らんけどどれぐらいやってるか、うん、いや、あの千夜一夜物語でこの時代にできてる、うんうん、後で出てきますけど、アサシンとかもこの時代に出てきますね。うん、アサシンズクリードのやつね、うん、あの暗殺教団ですよね。うん、はいはい、でここでアッバス朝を語る上で重要なのは、アッバス朝っていうのはカリフがいる王朝ということですね。で首都がバグダードですよね。はい、はい、でそのこうアッバス朝ではですね、すごくカリフの権威が上がるんですよね。それは何でかっていうと、一つそのアッバス朝って多民族国家を目指したんですよね。で多民族国家を統治するためのこう象徴的な存在として、すごくカリフを強調するっていう風な挙動に出るんですよ。うん、はい、だからカリフという尊い存在がいて、まあ、その下にいろんな民族のこうムスリムがいて、あるいはその違う宗教の人たちもいて、ここでうまく一つの共同体をできてるねっていう、こういうこうあのシステムを彼らはね作ろうとしてたんですよね。うんうん、でここであの具体的にカリフがどういうふうに権威を上げていたかというと、例えばですね、こうカリフが住んでるところだけこう城壁で囲まれるんですよね。うん、だから属世とを切り離すんですよ。なるほど。属世と切り離して、でカリフがいるところだけを独立させて、でそこになんていうか中央官庁とか官僚とかをこう置いて、そのそこでなんか政治とかをやったりするんですよね。だから非常に特別な場所、こう非常にホーリーな場所として、こう物理的にこうカリフ の, あの配置をしたんですよ。うん、あとはカリフの個人崇拝っていうのも出てくるんですよね。うん、なんか官僚たちは、アッバス朝の官僚たちはこうイスラムの共同体に対して忠誠を誓うのではなく、カリフの個人に対して忠誠を誓うようになったというふうな状況もアッバス朝で生まれていくんですね。うん、でしかしこのアッバス朝も9世紀の半ば頃からまあ分裂時代に入っていくんですよ。うん、まあ、やっぱりめちゃくちゃ広かった。うん、もう党と一緒ですよね。党もだってやっぱ国土が広すぎて、結局こう統治の限界が来るということがあの起きたんですけど、アッバース朝でも同じようなリスクが出てきてしまって、地方に行けば行くほど支配力がどうしても弱まって、容易に独立政権ができてしまうっていう構造になっていくんですよ。なるほど。はい、まあ、あとはアッバース朝の中で後継者をめぐる対立がいろいろ起きてくるんですけれども、そこでパージされた人が政権を立てたりとかですね、あとはアッバス朝から地方統治を任された総督、まあ、有力者がですね、有力者がこう自分で独立政権を立てたりとかするみたいな、そういったことが起きてしまって、結局どうなったかというと、アッバス朝という枠組みがあるんだけれども、領域内で独立した王朝がボンボン出てくるっていう風な時代に突入していくと。なるほど、うん、なるほどね。はい、はい、でガバナンスは効いてないみたいな感じですね、アッバス朝からの。そうですね、はい、うん、もう勝手にこう、はい、独立しますっつって、うん、あ、もうアッバス朝にもう税金あげません、税金は全部自分たちのところで取りますみたいな、うんうんうん、独立した軍隊も抱えますと、うん、で交易路とかそういったネットワークも全部うちが抑えますみたいな、うん、そういった人、そういう、そういったものがもうどんどん出てくるんですね。権威はありますけどね、さっき言ったみたいに、うんうんうん、あの、はい、かしこまったりはすると思いますよ。うんうん、ただその
徴税権を返したりはしないってことだよね。なるほどね、はいうん、だから独立的に軍隊持って動かせて自分が世襲でそれを引き継いで生きるという状況がその各地域の統治者に起こったので分裂状態だと言えるっていうことになりますね。なるほど。これが皇帝の一声で、はい、いやじゃあやっぱお前降りろやとか言われて降ろされるとかだとやっぱすごく中央集権的なんだけど、うん、そういう状態じゃなくなっていってしまうっていうのがここで起こってるってことですね。そうですね、はい、なるほど、うん、というのがアッバス朝の状態ですね。でカリフも権力も下がってきて新しく出てきた王朝に傀儡化されたりとかしていくんですよね、うん、それで3人のカリフになっちゃ う, そ う, そ う, そうカリフの権限がどん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 下がった結果、うん、私もカリフだみたいな人が出てきてそれを抑えきれないので分裂していって3人になっちゃうってことですね、うん、ですね、はい、うん、でそこでアッバス朝に代わってイスラム世界の中心になってきた王朝があるんですね。それがセルジューク朝ですね。これもめちゃくちゃこう面白い王朝なんで、うん、あのもし余裕がある方はぜひいろいろ本を読んでいただきたいんですけれども、これがですね、うん、ほらイスラム教っていろんな民族に広がっていくじゃないですか、はいはい、でその中でイスラム教を受容した民族の一つとして、まあ、トルコ系の人たち、トルコ人ですよね、うん、現代のトルコ人とは全然概念が違いますよ、違いますよ、うん、トルコ人たちが受容して彼らが打ち立てた最初の本格的なイスラム王朝なんですよね、うんうん、だからトルコ系のイスラム王朝なんです。セルジューク朝というのは騎馬遊牧民なんですよね、彼らのルーツっていうのは、うんうん、オスマントルコのシリーズで出てきたかな、はい、これも、はいはい、そうですよね、はい、あのだからアッバース朝はアラブ人の国なんですけど、うん、統治者がセルジューク朝はトルコ人ですね、うん、そうですね、うん、で彼らはアッバス朝のカリフを傀儡化しちゃうんです。もともと別の王朝によって傀儡化されてたんですけど、うん、彼らはそれを排除して今度は自分たちがそれにとって変わるっていう風なムーブをするんですよね、うんうん、でアッバス朝のカリフからスルタンっていう称号を授けられるんですね、はいはい、まあ、スルタンも出てきましたよね、まあ、王とか統治者とか支配者をまあ意味するあの称号なんですけれども、まあ、このスルタンという称号がまあ後々のこうスンナ派のいろんな王朝でこう世俗的軍事的な権力者の称号として一般化していくわけなんですね、はいはいはい、スルタン出てきたね、オスマントルコ、はい、ということもまあ起きてくるわけなんですよ ね、 でこのもちろんこのセルジューク朝はアッバース朝のカリフを傀儡化したのでもう権威をバンバン利用するわけなんですよね、はい、バンバン利用してなんていうか前例のないことをカリフに対してやっちゃうんですよね。それが何かというとカリフとかあとはカリフやその血筋と政略結婚を通じて親戚関係を持つようになるんですよ。どうやらこれセルジューク朝が最初に始まったみたいですね。日本の天皇と同じ人ですよね。なんかこう蘇我氏とか藤原氏とかそういう藤原氏とかと一緒ですね。まあでもカリフがやっぱりそのムハンマドの血族しかなれないんだよね。でトルコ人だとなれないじゃん。だからスルタンなんですけど、あの近づきたかったんでしょうね。そうだね、うん、一応そのアッパース朝もセルジューク朝もまあ派閥としてはスンニ派っていうのを報じていて、まあそのムハンマドの血筋も一応は大事にするんだけれども、まあどっちかというとムハンマドが残した行動とかあの規律とかをものすごく重視するあの宗派の人たちなんだよね。うん、そう。なるほどなるほど。そうで、まあ、セルジューク朝、まあ、ライジングしてるわけですよね、はいはい、でもセルジューク朝も統一が失われていくわけなんですよ、うん、これも同じようなアッバス朝と同じような状況になってて、うん、なんかいろいろ原因があってセルジューク朝のなんか統一に多大な貢献をした王朝の中枢とかが暗殺されたりとか病死したりとかするんですよね。なんかスルタンが死んだりとかあとはその有名なこう宰相、まあ、首相ですよねが、うん、まあ、ニザーム・アル・ムルクっていう人なんですけれども、はいはい、まあ、この人がね死んだりとかでこれをきっかけに権力闘争が勃発してセルジューク朝がいろいろまた分裂していくんですよ、うん、はい、でセルジューク朝が分裂していたは一つ面白いこう理由があってですね、ほらトルコ人って騎馬遊牧民がルーツじゃないですか、はいはい、あの実力主義なんですよね実は、うん、だからなんか誰を後継者に決めるかロジックっていうのはなんか原則なくてもう実力主義なんですよね、うん、強いやつが勝つみたいな、はいはいはい、だからめっちゃ争うっていうまあそりゃそうなるわな、そうそうそう、そりゃそうなるわ、そう、だから遊牧民的なムーブがイスラム王朝の中でこう起きていくんですよね。面白いな、はい、どっちが強い、よっしゃ相撲取ろうみたいなそうなるわな、それそうそうそう、はいはいはい、はい、っていうのがセルジューク朝ですね、はいはい、でこのセルジューク朝で武将を務めたのがザンギーなんですよね、うん、でザンギーもセルジューク朝から独立した政権なんです。独立して自分で王朝を開いた人ですね、うん、はい、そういった関係性です。なるほど、はい、で最後ファーティマ朝ですね。これもさっきちらっと出てきましたよね。このファーティマ朝もシーア派ですね。シーア派のイスラムの王朝でエジプトを抑えてた
王朝ですね、はい、エジプトを抑えてて、それだけじゃなくてもうアッバス朝のカリフに対抗して自らカリフを名乗ったという、こう公然とこうカリフの権威に挑戦したっていう王朝ですね、はい、他のイスラムの王朝っていうのはアッバス朝から実質独立する場合でもアッバス朝のカリフの総主権を認めて、カリフの権威の、まあ、建前上ですよ、建前上カリフの権威の下で地方を統治する権力者というポジションは一応は建前上守ったんですよね、はいはいはい、でもファーティマ朝はうちカリフだからって言って、はい、急にそれ言えるのなんなんやろな、まあ、いろいろ急にね、はい、あのね、いろいろこう歴史があるんですけれども、はいはいはい、でほらその前そのショート編でクレオパトラの歴史ありましたよね。 ありましたね。エジプトってめちゃくちゃ豊かなんです、うん、はい、水もあるし食料もできるし人間もたくさんいるんですよね、うん、もうそこでめちゃくちゃこういい税収が取れるんですよ、はい、だからこうすごくファーティマ朝って繁栄するんですよね、うん、繁栄してセルジューク朝と対立するんです、うん、はい、うん、でこの対立構造の中でセルジューク朝とも対立するし、でセルジューク朝との対立の中でビザンツ帝国とも同盟を結ぶんですよね、うんうんうん、でこの流れの中で十字軍が招かれるわけじゃないですか、さっき出てきましたね、そうそう、ファーティマ朝、そうですそうです、なるほど、ね、で、はい、後でまあ詳しく話しますけど、このファーティマ朝をサラディンは抑えるんです、うん、滅ぼすんですよね、へ、滅ぼしてエジプトを足がかりにして彼は対十字軍の組織抵抗を展開していくんですよ、うん、このエジプトの財力を利用してですよ、うんうんうん、これがファーティマ朝です、うん、なるほど、ね、というのが、まあ、あの時代背景の説明でした。そっかそっか、はい、だからそのねイスラム諸国の中でもいろいろまたあって、うん、そうですそうです、 なるほどね、なんかちょっとね、だから複雑だよねこの時のイスラム。でも日本の戦国時代とやっぱ似てて、うん、天皇がいて将軍がいるけどどっちの言うこともそんな聞いてねえ織田信長とかが出てくるわけだ、はい、あんな感じなんだよね。だからその、うん、天皇がカリフで将軍がスルタンでしょ、うんはい、セルジューク朝でしょ、うんはい、で将軍は天皇に対しても一応貸し付かないといけないし、うんはい、で本当はその武将たちは将軍に対しても貸し付かないといけないけど、どっちももう権威しか残ってなかったりするから、はい、いるけどあんまり言うこと聞いてないみたいな武将が戦国時代出てきたじゃないですか、守護自盗の人たち、うんうん、まさにあれなんですよね、うん、アミールっていうのがそれに当たるんですけど、 その守護自盗みたいな感じ、総督みたいな感じでいるんですけど、うん、その城とか都市を抑えている有力者ですね。だからやっぱりね、あの日本の戦国時代で例える、ま、もちろん一緒じゃないですよ、一緒じゃないけど、うん、あの想像しづらい人はまずそこから入った方がいいと思うんだけど、うん、やっぱその織田信長とか、うん、毛利元就とか伊達政宗みたいなあの人たちみたいな感じで、うんうん、ザンギーとかヌール・アッディーンとか、うん、そのサラディンとかが出てきてるっていうことなんだよね。すごいね、うん、で確かにそっか、なんかの歴史の時に天皇をこっちも立てるみたいなのありましたね一回、なんか、うんうん、織田信長変だったかな、うん、なんかあった気がする、うんうん、そうなんですよ、ね、将軍を立てるとかあと天皇を立てるとか何度かあったっけど、うん、日本はそんなにあんまり分裂した時代って、うん、南北朝時代ぐらいしかなかったんだけど、うん、この時はもうその3人いるわけだよね、さっき言ったアッバース朝にもカリフがいます、うん、ファーティマ朝にもカリフがいます、うん、でアッバース朝とかから追い出されてしまったコー・ウマイヤ朝っていうのが北アフリカとかスペインら辺にあるんだよね、うん、そうそう今の、ね、今のね、うん、そう遠いところにあって、うんまあ、そこもカリフを名乗っちゃってたから、うんまあ、3カリフいる状態みたいな状態で、うん、結構まあぐっちゃぐちゃなんだけど、うん、それぞれが実力社会の中で戦ってるっていう中にいきなり十字軍が来たもんで、うん誰ってなったっていうのはそういうことだよね。全然その迎撃体制が取れずに、そう最初の一発はもう殴られてしまうっていう。なるほどね。そう。でここでね、世界史的な俯瞰視点で見ると、イスラーム自体が戦国時代一つの完結した戦国時代を持ってるんだけど、でも大陸にあるからやっぱりプレイヤーがたくさんいて、イスラーム世界というものと、あとはそのビザンツ帝国の東ローマ世界っていうのがありますよね。でっかく文化圏として。でもう一つ新しくやっぱりそのカール大帝ぐらいからキリスト教帝国である文化圏であるその西ヨーロッパっていうのが出現し直したわけだよね。ローマがなくなってから一回ゲルマン民族が出てきてぐっちゃぐちゃでよくわかんねえみたいな状態だったのが、時間をかけて何百年かをかけてローマ教皇っていう人の一声で何とかしてしまうような新しい文化圏みたいなのがここで出現してることになるんですね。だから西ヨーロッパ文化圏みたいなものと東ローマ文化圏ビザンツ帝国みたいなものとイスラームみたいなこの3つの、うん、本当は他に その奥にまた中国とかいるから全部つながってんだけど、うんうん、一応この強く関連してるこの3つの勢力みたいなのが、うん、この十字軍の時に揃っちゃってるみたいな状態なんですよ。なるほど。その中でイスラムは一番まとまりがない状態なんです。そう
なるほど、ね、一番強いけど一番まとまりがないみたいな感じなんですよ、うんうん、そう、まとまれば一番強いけど、そうがためにまとまりがないんですよ。なるほど。アッバス朝で一回もう最盛期を迎えて分裂で、セルジューク朝がライジングしてきて分裂で、ファーティマ朝も一応出てくるんだけれども、ファーティマ朝も力が落ちてて衰退していくんですよね。でこんなこう戦国時代でも主だった王朝は衰退していく、その中で出てきたのがサラディンっていう、うん、どういう動きをするか興味深いですねこれね、うん、大企業みたいな感じですもんね。なんかでかすぎて崩壊して内乱起きてみたいな、うんうん、へここ結構理解しづらいんでね、まあ一旦日本で例えて理解してもらったら、うん、セルジューク朝が武家政権に近いよね。だから今の話の説明にいくと、うんうん、あの本当はダメだよこういう例えしたら、ね、歴史で、うんうん、あの一番ダメなやつなんだけど、うん、ちょっと分かんなさすぎる時は導入としてはいいかなと思います、うん、はいはいはい。鎌倉幕府みたいな感じだよねセルジューク朝が。でスルタンは征夷大将軍みたいなね、うんまあ、実際そういう例えをしている本もあるけれども、うん、あの決してその正確な例えではない、うん、ただ分かりやすいためにもう仕方なく例えてるだけです。はい、なるほどなるほど、うん、やっとサラディンが出てきます。来るね。ここまででやっと時代背景全部説明できたんで、はい、やっとサラディンの説明できますみたいな感じ、うんうん、いやついに出てくるサラディンですね、うん、早く来い来いサラディン、はい、僕らは待ってますあなたのこと、はいはい、ということで一旦今日はここまでですかね、うんはい、ありがとうございました、はい